東京大学医科学研究所は東京大学の淵研究所でがん、感染症やその他の難治疾患を対象にした最先端の研究と医療を進めることを目的とする研究所である。研究所敷地内に付属病院を有し国内最大規模の医学研究所である。共同利用、共同研究拠点に指定されている。2001年に近代医科学記念館を設置し、 医科学に関する歴史的資料を保存、展示し、最新情報の提供を行っている。略称は、医科研、東大医科研、白金医科研。英語略称は、インサト。場合にもよるが、旧名称である伝染病研究所から、伝研という古い略称で呼ばれることもある。初代所長、北里柴三郎1892年、柴公園に設立された。 伝染病研究所を起源とする。ドイツ留学から帰国した北里柴三郎に当時日本で受け入れる機関がなく、国家優位の才能を発揮できない状態にあった。これを受けて、福沢諭吉が資材を投じて設立した研究所という歴史がある。国内で最初の伝染病研究所である。福沢の他に森村一左衛門、長与仙人氏もこれを助けた。 1894年、第日本私立衛生会附属となった伝染病研究所は、芝区あた町の内務省用地を借り受け、新築移転。1899年、伝染病研究所を国に寄付し、内務省管轄の国立伝染病研究所となる。1906年、現在の港区白金台に新築移転した。1914年10月4日に所長にも測られずに、 閣議決定し、10月14日、内務省から文部省に移管。11月5日、所長以下書院の講義のための総辞職となり、北里は新たに、私立北里研究所を設立して、研究を続けた。1916年4月1日、東京帝国大学不知伝染病研究所となる。1947年、厚生省所管の国立予防衛生研究所が、 設置され、本研究所職員の約半数が移籍した。国内社会の衛生状態が改善されるのに伴い、1967年、感染症、癌その他の特定疾患に関する学理及びその応用の研究を目的とする医科学研究所に改祖した。1892年の当初から病院を有している。時計台のある3階建てのゴシック様式風の本館は、 関東大震災のすぐ後に、内田昭蔵が耐震、耐火建築研究の実績に立って設計したものである。本館の奥には、八階建ての真新しい病院棟と研究棟が並び、その左右には基礎研究と臨床研究のための建物が密集している。敷地面積約7万平方メートルに緑に囲まれた公園を有し、2001年、 近代科学記念館を開設した。以下の拠点が2003年度に文部科学省の21世紀 COE プログラムに採択された。人気の無解析センターを中核とした以下の拠点が2008年度にグローバル COE プログラムに採択された。以下学研究所は東京大学の大学院教育も担当している。以下の研究家、専攻から大学院生を受け入れている。 ありがとうございます。